仮面をかぶったカーニバルの参加者仮面もしくは、マスクとは、人体の内顔の一部、または全体に被るもの、または覆うものを指す。頭部まで覆うものを含めることもある。日本語における、仮面とは、顔を隠し正体をわからなくするために用いられる。あるいは儀式や、演劇や祭礼などの時に役になりきるために、使われるなど、ペルソナに関わる用具としての意味合いに特化しており。 本校でもそれらについて記述する。一方、花や口などを中心に、衛星、防護目的で覆う実務的なものについては日本語の仮面の範疇には含まれず、もっぱら外来語で、マスクと呼ばれる。縄文時代の面、新潟県立歴史博物館の展示、日本古来の仮面ベネツィア本島で売られている、カーニバル用の仮面。ベネツィアのカーニバルは仮面舞踏会に、 大きな影響を与えた図画工作の授業で作られた仮面画を覆って隠すことは様々な意味合いがある。他人からは分からないということのみならず装着するマスクがかたどっている神、精霊、動物等そのものに人格が変化するとも信じられ、古くから宗教的儀式、儀礼、またはそれにおける舞踏、あるいは演劇などにおいて用いられてきた。こうした性格のものは 日本においては一般的にはマスクと言われず仮面と称されることが多い。そうした仮面舞踏は紀元前4000年頃にすでに行われていたという。これは当時に描かれたアフリカの壁画から推測されている。日本における最古の仮面は縄文時代の土面であるという。一方、顔を隠すという意味合いが強いマスクは日本においては一般に覆面と呼ばれ、 覆面強盗や覆面レスラーなどのように用いられる。しかしながら中世ヨーロッパにおいて起こった仮面舞踏会での仮面は上記の宗教的儀式のように仮の何者かになりきるわけではなく顔を隠すという意味合いが強い。よって布などの柔らかい素材で顔を隠すマスクを覆面と言い,い、皇室の素材で作られたマスクを仮面と呼ぶような用法が日本では 一般的と見られる。日本における伝統芸能である脳などに用いる仮面等はわざわざ仮面とは称さず単に面と呼ぶ。そうした面の丁寧語がお面であり、現在でも祭礼などの際に大道で敵やが子供向けに様々なキャラクターものを販売している。このように面、仮面、覆面などは全てマスクではあるが、日本においては用法に微妙な差がある。 政治家のマスクを被って集会に出かける人々覆面レスラー以下に、こうした演劇、芸能等に用いられるものではない仮想用マスクの実例などを述べる。ナイジェリアの異常族の仮面アフリカ大陸では、それぞれの地域に住む部族が祭祀のためにそれぞれ独特の仮面を作ってきている。これらの仮面は、大陸の各国が離合集散を繰り返してきていても、 しばしば国境線を越えて以前からの部族社会が各地で生き残っていて独特の仮面を維持している。その多くは美術的にも高く評価されている。しかし、これらアフリカの仮面についてはヨーロッパや米国で研究や紹介が行われているものの日本ではほとんど紹介されていない。北アメリカのインディアンの多くの部族では仮面には 呪術的な強い力イコール霊力があると考えられており、シャーマンが仮面を被って病気の治癒を祈祷する仮面治療が一般的に行われていた。そもそも病気というものは魂の抜けた状態と考えられており、悪霊の仕業か悪い呪術師の呪いによって起こると考えられていたからである。また、儀式で病気を治す仮面の呪術団が存在し、 病気を治してもらった者は仮面談に加わり治療の手伝いをする義務があった。デスマスク、ライフマスクの項を参照のこと。日食において太陽はマスクをつけているとみなすことができる。ゆえにマスクは救世主、あるいは神イコール悪魔を表すシンボルである。正義のヒーローがマスクをこるのも正体を隠すためだけでなく同様の理由と考えることができる。 コミックスインクライシス、ソメニーマスクス。2017年5月28日閲覧。http コロンスラッシュスラッシュ www.uiowa.edu スラッシュアフラカート。http コロンスラッシュスラッシュ www.zyama.com スラッシュインデックス h t m 8 0 2007年12月号1 0 2005年5月号 http://shima3.fc2web.com スラッシュ afr i c e n ダ m a s k s ダ h t m ポーランドの野外演劇での仮面。ありがとうございます。